金曜日のこの時間は映画とエロスの伝道師、週刊文春や再造の連載でもおなじみの映画評論家、町山智博さんです。こんにちは。こんにちは。はい。ね、帰国中、はい、いつ日本に帰ってきたんですか？先ほどといです。先ほどと、はい、で今回は滞在はいつまで？明日帰ります。明日帰る。おうおう。ね、また子供の運動会に出に行きます。あ、そうなんだ。はい、スナックやります。はい、あ、本当。はい、いや、今育児が忙しいからと、なかなかね、仕事を頼んでも難しいんですね。あ、そうなのか。お子さんはアメリカで育てて？アメリカです。生まれて育って、はい。アメリカでも綱引きやるんだね。日本語学校です。あ、日本語学校で行ってます。そうか、はい、そのために帰るんだ。いいお父さんですね。はいはい、ねえ、そんなマッチーさんですけど、はい、まあ、映画評論家町山智博さん、はい、本日は、はい、はい、デニス・ホッパーさんについてまずちょっと言いたいことがある。先日亡くなったんですけど、はい、デニス・ホッパー、ちょっと曲かけていただけますか。はい、まあ、いいイントロだな。5月29日に亡くなった。そうなんですよね。まあ、ずっと闘病してたんですけど、ね、癌で、はい、前立腺癌で、で、まあ、70いくつで、まあ、まあ、大往生っていう感じですけども、うん、80年代に日本に呼んだんですよね、僕たち、ファンで、デニス・ホッパーのファンで集まって、はい、川勝さんとか、まあ、ご存知の人もいると思うんですけど、はい、僕まだなんていうか学生から、編集者になったばっかりで、で呼んだんですけど、この今かかってる曲はですね、ニール・ヤングの、アウト・オブ・ザ・ブルーっていうタイトルの、曲なんですけど、はい、これはね、ロックンロールは死なないぜっていう歌なんですよ。すごいかっこいい歌で、でこの歌にインスパイアされてデンソッパーが監督した映画がアウトオブブルーっていう映画があるんですけどね、はい、でデンソッパーって人はイージーライダーっていう映画で、はい、1960年代の終わりに自分で監督して、はい、その頃ハリウッドってのはおじいさんばっかり映画作ってたのを、その若いって言ってもまあ30過ぎてますけど、その30過ぎた人が映画を作るってことは当時のハリウッドってありえなかったんですよ。そんなにスタッフの平均年齢は60過ぎたんですよ。うわ、そうだったんですよ。へー。そうなんです。もう新卒とか一切取ってなかったんで、でも保守的だったんですよ。そう、保守的でどうしようもなくなってたんで、それで、まあ、このデニス・ホッパーが30いくつで、その自分たちだけで、まあ、30代だけで映画を撮って、うん、で制作から監督まで全部やって、でそれがイージーライダーって映画で大ヒットして、それで、まあ、ハリウッドって革命が起こるんですね。はい、で、はいはいはい、今はね、やってきますよね。そうなんですよ、うん、それででもその後デニス・ホッパーは、まあ、当時は、まあ、ドラッグの時代ですから、まあ、ありとあらゆるドラッグをやって酒を飲んで、うん、それで、まあ、奥さんを殺そうとしたりですね、うん、で精神病院に入ったりしてめちゃくちゃになって消えてたんですけども、はい、なんだ、キャリアが途切れましたもんね。まあ、病院入ってたんですね、死にそうになって。ただこの映画でアウトブルーって映画で1980年代にまず監督として復帰してきてですね、はい、それでブルーベルベットっていう映画 で、まあ、ものすごい変態を演じましてですね、これがね、正気ガスって歯医者さんですが、麻酔に使うガスを吸いながらですね、ベルベットの布を口にくわえて、要するにフェチなんですね、布フェチで、で女の人を犯しながら、ママーママーって叫ぶっていう完全な異常変態を やりまして、それでみんなショック受けて、それでデニス・ホッパー完全復活って、うん、完全復活です、変態で復活するのは怖いんだけど、でこう、いやでもそういう役どころっていうかね、そう、当たり役ですね。当たり役、もう大当たりして、もうすごいもう怪物のような役を演じて、でそれ以来もうハリウッドではもう悪役というとデニス・ホッパーっていう、うん、どうしようもない映画でもとりあえず悪役で、スーパーマリオの映画版でもクッパ大王やってましたからね。そうなんだ。そう、24でもね、うん、シーズン1でやってるし、そうそう、うん、もう出るだけで悪役なんです。悪役、大御所悪役、そう、スピードとかですね、そう、ウォーターワールドとかでバンバン悪役やって、うん、まあ、お金持ちになってたんですけども、はい、まあ、ロックンロールな親父なんですよ、うん、常にもう、まあ、ドラッグはやめてたんですけど、次々と若い奥さんもらってですね、セックスの方は続けてた人ですけどもね、はい、で、まあ、非常に尊敬してるのでって、一体何を尊敬してればいいのか全然わかんないですね、これ聞いてると、はい、一体この人のどこを尊敬してんだこの人はってみんな聞いた人は思うと思うんですけど、夕張映画祭に勝新と一緒にね、はいはいはい、雪が降るのを見ながら、はいはい、この白い粉を鼻で吸いたいって二人で言ってたって、それだけ吸ったらスカーフェイスだよね、大変な人なんですけどね、はい、はい、まあ、でもね、74歳で亡くなった、はい、そう、だからもう追悼っていう感じですけども、はい、今日ね、話したように、やっぱりロックンロールの映画の話をしたいんですけども、はい、あ、はい、イアン・デューリーっていう、まあ、ロックミュージシャンがいたんですよ、はい、で2000年に亡くなったんですけれども、この人はまあ、いわゆるパンクロックの世代の人なんですね、はい、で一番有名な歌がですね、もうそのものズバリで、セックス、ドラッグ、ロックンロールって歌を歌った人なんですよ、ちょっとファンクみたいなんですね。
セックスドラッグロックンロールって言葉はもう完全に定着したのはこの歌からですね。はい、77年にあの大ヒットしましてですね、はい、でこの人の電気映画でまだタイトルがセックスドラッグロックンロールっていうセックスドラッグロックンロールっていうのはこの間、公開されたんで、はいはい、で非常に感動したんですよ。うん、でっていうのはね、僕イアンデューリー会ってるんですね。あの編集者始めた頃1987年に、ですごく印象深いんですよ、はい、あの87年ね、あの今井の清志郎さんがレザーシャープっていうソロ CD 出したんですよ。でそれイギリスで確か録音したのかな、うん、その時にそのバックバンドがこのイアン・デューリーのバックバンドだったんですよ、でこのイアン・デューリーって人もあの酒とドラッグでバンドをめちゃくちゃにしちゃって、うん、あのまあ、自然消滅してたんですけども解散してたんですけども、うん、まあ、清志郎さんがその自分のソロアルバムのためにそのバンドを再結成させた、へえ、ちょっと泣かせる話、はい、でそれで日本にあの来日したんですね、あのイアン・デューリーは、うん、で僕インタビューに行ったんですけども、宝島で僕、はい、ロック雑誌だった頃の、はい、ロック雑誌だった頃のって言わないと多分分からないですよね、あのパンクロック雑誌だったんですよ宝島って。もともと、もともとは僕がいた頃は、はい、知らなかった。それでねインタビュー行ったんですけど、はい、あの行ったら通訳連れてこなかったのって言われたんですよ通訳が必要だったら僕知らなくて、通訳なしで行っちゃって、英語できないもん俺その頃だって。あ、その当時できてないんですか。全然できないですよ僕。もともとできないんですか。もともと全然できないですよ僕。え、留学してから。そうですよ、僕34過ぎてから英語を始めたんです。だから下手くそなんですね。でもなんかそれでね、今アメリカでお仕事されてる。いやだからその時に要するに困っちゃったんですよ、二人で。通訳なしで。通訳なしで。どうしたんですか。身振り手振りですよ。だからセックスドラッグロックノールってこれセックスドラッグロックノールって。ジェスチャーゲームじゃないですか。誰が通じないわけですよ。セックスドラッグロックノールどうやって身振り手振りで言うかっていうね。ね。ドラッグは通じたけどセックスはなかなか通じなかったっけど。そうですか。そこは困ったね。全然テレビじゃないんですけど。で、ちょっとそれすごい身振り手振りで会話をして苦労したんで、それでやっぱ英語やんなきゃなって。っていう風なのがずっと心の中にできたんですよ。あ、そうじゃん、町山さんのアメリカ進出のモチベーションはそこが原点なの、ね、イアン・デューリーさんのインタビュー大失敗っていう。あら、大事な人生。ジャッキー・チェン、ダッチワイフと並ぶですね、大失敗ですけど、いつ失敗してんだ俺はっていうね、はい、ターニングポイントだったんだ。そうなんですよ。でこのイアン・デューリーって人が、ね、はい、その映画の中でですね描かれるのはまず最初に彼があの小児麻痺で、はい、ポリオっていう感染性の小児麻痺にかかって、うん、あの片足がなえちゃうんですね、でもう細くなっちゃって歩けなくなって、はい、で歩行器をつける、歩行補助器みたいのをつけることになって、子供の頃に、はい、で当時はやっぱりねそういう、まあ、身体に障害がある人に対する差別っていうのはもう普通に行われてた時代なんで、はい、まず普通の学校には行かせてもらえないし、普通の職業には就かせてもらえないしみたいな感じ で排除されちゃうんですよ。これすみません、イギリスだったら評伝映画それとも電気映画、あ、表で映画です。俳優やってます。俳優演じてます。イアン・デューリーは、はい、あ、そうかそうか、はい、でね、私さっき自伝って言っちゃったからね、まあ、ごめんなさい、ね、亡くなった方そこから始まるんですよね、うん、でそれがそのすごく真面目な少年だったそのイアン・デューリーをだんだんロックンローラーにしていくことになるんですよ、うん、あの排除され差別されたことが、あ、そこから、はい、でそれを描いていくんですけど、これイアン・デューリーをやってる人がですね、この人がすごい、あのアンディ・サーキスっていう俳優さんが演じてるんですけど、はい、顔がそっくりなんですね、このゴリラ顔に、でもこの人誰だっけと思ったら、この人ね、あのロード・オブ・ザ・リングスに出てくる、ゴラムっていう怪物の役をやってた人なんですよ。ゴラム、あのちっちゃいやつ、ちっちゃい人、あの指輪でおかしくなっちゃって、人間だったんだけども、なんか、なんか宇宙人みたいになっちゃった人、うん、あの人、あの人なんですよ。でゴリラと似ても似つかないじゃないですか、でもあれはねモーションキャプチャーで作った CG を動かしてたんですよ、体にこうモーションキャプチャーのあれをつけて、センサーをつけてこうやって演じてて、でゴラムやった後その本人自体もその後登場したんじゃなかったっけ。あ、その後登場してますけど、ロード・オブ・ザ・リングス、この人をやったので、結構有名なのはその次にやったのキングコングですよ。はい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 、キングコングやってた人ですよ。はい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 、だこの人常に中の人、中の人、中の人なの、今回生身でやったんですね。今回生身でやってて、下面登場、そう、なかなかすごかった、感動的だったですね。そうなんですか、はい、もちろん特殊メイクでその足が苗えた状態とかは CG とか使ったりしてやってましたけれども、でもそれだけ強いね、激しいあの障害者の方への差別のある中から、はい、どうやってそのロックンロールのね、この人ね、スターになっていたのか。美術の先生なんですよ、学校で、はい、で最初真面目に絵を教えてたんですよ学校で、イアン・デューリーが、イアン・デューリー本人ね、本人がね、はい、はい、でやっぱり我慢できなくなってくるんですね。それでバンドを始めるんですけど、
才能があんまりなかったみたいなんですよ。あ、そうなの。で全然人気がないんですけども、うん、あのチャス・ジャンケルという若いギタリストの人と出会って、その人が音楽的な天才でですね、うん、その人が曲を作ることによってイアン・リューリーのその詩の才能とかがこう開いていくという映画なんですね、うん、このチャス・ジャンケルって人は日本ではほとんど知られてないんですが、うん、あのこの人のですね曲は実は誰でも知ってる曲なんで、ちょっと聞かせてもらえますか。これ知ってますよね。知ってる知ってる。これなかなかサビが出てこないですけど、いやでもこのイントロ知ってる。なんでだろう。これ大ヒットしたから、これクインシー・ジョーンズの愛のコリーダー。あ、そうだですよ。そうだそうだ。これどっち版。そう、クインシー・ジョーンズ。これクインシー・ジョーンズカバーしたんです、チャス・ジャンケルの愛のコリーダー。これは愛のコリーダーって大島渚の映画を見て感動したチャス・ジャンケルが愛のコリーダーって言葉をそのまま使って歌にした。あ、そうなの。大島渚さん発音。そうなんですよ。サビの部分は日本語ですからね。そう、愛のコリーダーっていう。はいはいはい、はい、そう、ディスコ行ってた頃ですよ。って僕は言ってないですけど。あ、言ってないですか。この曲は流行ってるのは知ってますよ。流行ってたんですよ。そうなんだ。それを作った天才少年が、はい、そのイアン・デューリーと組んで、うん、あのまあ、セックス・ドラッグ・ロックンロールとかを歌い出すんですけど、でこのセックス・ドラッグ・ロックンロールっていう歌自体はそのやっぱり非常に歌詞に問題があるじゃないですか、そ, ね、そのままですからね。で僕がインタビューした時にこれは聞いたわけですよ、でこれはこう子供たちにドラッグを勧めるようなことになるんじゃないですかと、ね、そういうことで歌ってるんですかと、いうようなことはやっぱ聞いたらそうじゃないんだと言って、それ歌詞の中に非常に重要なあの言葉が出てくるんですけども、そのセックス&ドラッグ&ロックンロールって言った後、あの君はへんてこな生き方をしてるかもしれないけれども、それを変えるなと、ね、変な服を着てるかもしれないけれども、それはもう着続けろと、で君を普通にしよう普通にしようとするやつらの罠にはまるなって歌詞なんですよ。でこれは彼自身がその、まあまあ、普通の社会とか普通の、人たちからその排除されたことに、からそのロックンロールっていうその普通じゃないものにこうハマっていったと、そちらの方に生き方を見出していったみたいなところで彼の哲学を歌ったものなんですね、はい、でそれをどうやって僕が彼と会話したのかよく思い出せないんですけど英語ができない中ね、心が通じ合ったんだろうなと、そうでしょうね、思うんですけど、そうですよ、心の言葉でね、そうそう、よくわからないですよね。でもね、その、あの普通になりなさいよっていう抑圧がどれだけ人を不幸にするかってことを、ね、そうなんですよね、身をもって体験してらっしゃるんでしょうね。特にイギリスっていうのはああいうなんていうか、まあ、あのなんて階層社会でね、階級があって、でももうすごく厳しい社会ですから、すごく抑圧だったんですね、彼にとっては。だからめちゃくちゃな服装して顔も化粧して歌うっていうのがもう彼にとってはものすごく戦いだったみたいですね、まあ、誰にとっての普通でね、誰にとって都合のいい普通さを押し付けるのかってことですからね、そうなんですね。だからやっぱりイギリスからあのパンクロックが出てきたっていうのは非常によくわかるんですね。ああいう社会だから自由じゃないからなんですよね、自由なところだったら出ないんですよ。そうでしょうねやっぱりね、ああいうものは勝手の繁栄があるようなところで落ちぶれたところで出ていくんでしょうね。そうなんですよね、景気が悪かったっていうのもあるんですけど、で彼あのその後ですね、まあ、足が悪いってことで、あの障害者の人たちのなんていうか希望の星になってくるんですよ、イアン・デューリーがね、でいろんなところに行って子供たちの前でその、どれだけ苦労したかって話をしたりさせられるようになって、で1981年に世界障害者年っていうのがあるんですけども、あったんですけども、そこで世界障害者年 の, その国連がやったのか、あれは、からあの世界障害者年のテーマソングを作ってくださいって言われるんですよ。こうね、でその障害者の人たちに希望を与えて、その障害者の人たちじゃない人たちに対しても理解を求めるような歌を作れないかと言って頼まれて、分かりました、やりますって引き受けるんですけど、できないんですよ、そういう歌は。そういう前向きな、なんか紅白歌合戦で歌えるような歌は作れないわけですよ。演技を丸出しにしたようなものはできない。そう、ロックンロールしかロックンロールしかできないから、そうなんですよ。すごい苦労してチャス・ダンケルと2人で、できねえよって話になって、じゃあ言いたいこと言おうよみたいなことで、で歌を作るんですけど、それがねあのすごく不思議な言葉でですね、スパスティカス・オーティスカスっていうね、スパスティカス・オーティスティカスっていうタイトルの歌を作るんですよ。何語ですか。これね、造語なんですね、これスパスティックっていうのはあの麻痺した状態で、あの彼の 足の麻痺のことを言ってるんですね、でオーティスティカスっていうのは、オーティスティックっていうのはあの自閉症とかですね、そういう、まあ、精神状態のことを言ってるんですけども、自閉症のことですけども、それでそれに対してその言葉をくっつけたのがですね、スパルタカスって言葉をくっつけた、
で、あのスパルタカスっていうのはローマ帝国に反逆した奴隷なんですけど、映画もありますね、はい、あれはあの、カグダグラスっていうユダヤ系の俳優の人がですね、ユダヤ系に対する差別と戦うって意味を込めてそのローマの反逆奴隷の話を映画にしたんですね、はいはい、キューブリック監督 で、はい、でそこで有名なのはその奴隷が反乱を起こした時にそのローマ帝国側がこの中にスパルタカスはいるかと、この奴隷の中に、うん、でいたら名乗りを上げろって言うんですよ、うん、で いたら密告しろって言うんですけど、うん、そしたら奴隷が一人ずつ私がスパルタカスです、うん、私を処刑してくださいって言って、うん、いや私がスパルタカスです、うん、私を処刑しろって言って、うん、次々と奴隷が自分はスパルタカスだって立ち上がって、うん、俺たち全員処刑しろって言うんですよ、うん、でそこものすごい感動的なシーンなんですよ、うん、名シーンなんですけども、うん、そこをそのに感動したイアン・デューリが、うん、俺は体は確かに身体障害あるかもしれないけどスパルタカスであると、うん、で歌詞の中でそのお前ら健常者たちの俺たちの気持ちは分かってたまるかと、うん、で同情なんかいらねえぜって歌を作っちゃったんですよ、うん、それはスパ、まあ、スパスティカスオーティスティカス、そうなんですよ、発注してる側にしてみれば相当ね、そう皮肉な曲ですよ、ね、これをね、その、そうなんですよ、ね、あの障害者年のイベントで流したら、まあ、物議かもすかなって心配になっちゃったんです、だってもう24時間テレビでこれやれてたらね、そう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 、だ お前らのなんかわけも分かんなくて同情してね、そんなもんなんかいらねえよっていう怒鳴り回してる歌なんでね、それはダメですってことダメですってことになって BBC でも放送禁止になっちゃったんですけども、身体障害者本人の人が自分の気持ちを歌ったのに放送禁止になったっていうね、とんでもない事件があったんですけど、やっぱりそれもね、まあ、みんなのために普通の歌を歌ってほしかったんでしょうね、はい、多分 ねでも俺はそんなんじゃねえ、俺の怒りは収まらねえやっていう感じで、ね、死ぬまでこうロックンロールな、ね、感じでなかなか泣けるんですよ、でも考えさせられますね、その普通であることっていうね、そうなんです、うん、そういう映画だったんですね、あれっていうことで、はい、まあ、今の話からもすごく考えさせられますね、まあ、でも子供にはやっぱり普通でしょ、色ってやっぱり教育するんでね、その辺の難しいところですけど ね、はい、それでまあ子供を教育するって話もテーマになって、自分の息子をどう育てるかっていうもう一つのテーマで、なかなか感動的な映画でした、はい、これね、セックス&ドラッグ&ロックンロール、これはぜひ日本で公開してほしいんですけども、ね、まだ決まってないんですけど、日本ではすごく人気がある人なんで、はいはい、あのね、イアン・デューリー自身は、はい、また町山さんもあのご自身の番組でも取り上げてくださいよ、はい、お願いします、はい、ありがとうございました、はい、今日は、ね、スタジオからということでね、またあの、はい、お忙しいと思いますが、来週はまたアメリカからよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、映画評論家町山智博さんでした、はい。